足の指蚊に刺された。今ね、タクシー待ってるんだけど、見てこれ、なぬ見つからない。ちょっとだけエアコン弱めてもらってもいいですか？ありがとうございます。お母さんに言われても寒いんだか暑いんだ。そうですよね、今こんだけ。いえいえ、とんでもないです。私がちょっと寒がりなだけで、外がね、こんなに暑いから。私もあんまりエアコンが、こう関節がもうすごい痛くなっちゃって。冷えすぎてですか？そうなんだ。ああ、そうなんだ。なんかこう、だんだんこう、なんていうんですかね、関節自体が欲しいとかです。痛くなってきてしまって。冷えがだいぶ深部まで。そうなんですよね。だからといってもジャケット着てるとまた今度暑かったり、ちょっと温度をあれすると今度はダラダラ汗かいてきて。確かにそうですよね。今の時期だいぶ難しいですよね。そうなんですね。私寒がりなんでいつも腰とか。そうですね、はい、ぜひ使ってみてください。そうですね、確かに冷房が。そうなんですよね、もう降りるとなんかピキっていうか、こうなってて。そうなんですね。結構腰痛める乗務員が本当に、本当にただおじさんとかおじいちゃんばっかりなんで、あれなんですけど。いや、それでも本当に痛めてしまう乗務員多くて。ずっと座ってるだけじゃなくて、やっぱこの冷えとかでってことですね。夏が特に、そうエアコンがすごい、そうなんです、影響してると思いますね。そっか、はい、よくなんか あんまりそういうことないんですけど。じゃあその座ってる量は変わらないだろうから、やっぱり冷房が原因なんですね。怖い。そうなんだ。なんか漢方的に見ても、多分私漢方大好きなんですけど、そのやっぱ腎、まあ、腎臓っていうか腎っていうか、だから膝の関節とか足首とかで、結局腰とかってよく言うんで、ちょっと温めてください。ぜひぜひ。あとあとね、数年後とかにね、問題起きても嫌なんで。どちらにしても大変だ。暑いのもね、寒いのも。あ、びっくりした。もういい。そういうの私が来る。久しぶり。ちょっと撮っていいの？今撮っていいの？あ、いいですよ。もうそうそう、回してた。久しぶり。やばいやばい。ちょっと待って。心一回落ち着かせてもいい？どうぞ。どうぞ。お帰りなさい。ただいま。じゃあ、乾杯。二人とも今日白だね。さっき言った。いや、バングラディッシュで本当にお世話になったこのお二人です。わざわざ来てもらってね。いやいや、もう。大輝、田川さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、まさか来てくれると思ってなかったんで。ダメ元でね。お帰りなさい。ただいま。ただいま。え、これ引っ越し祝い。そう、引っ越し祝い。引っ越しじゃないけどな。ありがとう。嬉しい。体調崩してたもんね。いや、ほんと、しかも、そう、やばかった。これ開けていいの？どうぞ。開けちゃおう。主語のお二人だね。いやめっちゃお酒強いよね。でも これなんていうお酒なの？日本酒なの？これは上機嫌。ああ。ジン違うんだけどね。あ、そうなんだ。上に喜ぶに元気の元。そっか。
まあ、でもいいあれですね。はい、いただきます。このウニなので、もうすごい美味しいんですね。よかったらこれ一貫中華になりますけども。いや、いいですよ。はい、じゃあ、めっちゃハイレベルじゃない？刺されたやろ。足の指、蚊に刺された。